アイスランドの軍事。このページでは、アイスランドの軍事について解説する。アイスランドは、アメリカ合衆国首都ワシントン DC と、ロシア連邦首都モスクワを結ぶ、最短直線経路の真下に位置しているが、アイスランドは独自の軍事力を保持していない。過去に徴兵制度も施行したことがなく、近代的軍事力を保持した経験はない。沿岸警備隊などを保有しているが、 現在のアイスランドにおける安全保障政策の基礎は、アメリカ合衆国を中心とする北、大西洋条約機構、NATO への依存にあり、国際連合、UN や欧州安全保障協力機構、OSCE の活動にも積極的に参加している。西暦870年頃からアイスランドに定住が進められると、初期の時代には部族ごとに武装し、 闘争が繰り広げられていた。13世紀にはノルウェー王の支配下となり、14世紀にはデンマークの支配下に入っている。1874年にアイスランドはデンマークからの自治を開始し、1904年には自治領へと発展、1918年にデンマーク王国と連合するアイスランド王国として独立した。 デンマーク軍はアイスランドから撤退したが、その際も沿岸警備部隊を除き、アイスランドでは近代的軍事力を設立しなかった。第二次世界大戦に際しては中立を宣言し、戦火に巻き込まれないことを方針とし、武装勢力としては国家警察の拡充を図った。1940年までに国家警察は60名に軍事訓練を施している。 しかし、1940年5月に、イギリス軍がアイスランド侵攻を行い、全土が占領された。これは、北、大西洋の通称オルホンのため、ドイツ軍の先手を打って、要上の地であるアイスランドを確保するものであった。1941年からは、イギリス軍に代わり、アメリカ軍が駐留するようになった。戦争後、連合国軍は撤退している。この間、 1944年にアイスランド共和国としてデンマークとの連合を解消、完全独立している。第二次世界大戦後もアイスランドは軍の設立を行わなかった。1949年には北大西洋条約機構の原価名国となり、1951年から2006年まではアメリカ軍を中心とするアイスランド防衛隊、ケフラビークに駐留していた。 このケフラビーク基地はイギリスを含む西側諸国のソビート連邦に対する最重要拠点であり、集団安全保障体制による外国軍の駐留を受け入れていた。北、大西洋にあるアイスランドは、NATO にとり大西洋の通商路を防衛する良好な拠点であり、そのために対戦哨戒機と戦闘機を中心とした部隊が配備された。冷戦終結後は、 ソビエト連邦の脅威がなくなったことにより、アイスランド防衛隊の規模について、2001年よりアメリカと二国間交渉が行われた。2003年にはアメリカ空軍の戦闘機部隊の撤収が発表されたが、それは反対により延期となった。最高省でアイスランド側は、駐留費用の全負担を申し出るなど、駐留継続を要請していたが、アメリカは受け入れなかった。 2006年3月にアメリカ合衆国は戦闘機部隊をはじめとする中流部隊の撤収を発表し2006年9月にはケフラビークから撤退した。これによりケフラビーク基地の管理はアメリカ軍からアイスランド外務省へ移管されている。アイスランド防衛隊の撤収を受けてアイスランドは2006年9月26日に警察や沿岸警備隊を含む 国土警備及び防衛目的機関の設立を行うことをアナウンスしている。これは2008年に防衛庁として設立された。ただし、ここでも実行部隊は組織されていない。なお、アイスランドは平和のためのパートナーシップ、PFP にも積極的に参加しており、1997年と2000年にはホスト国となっている。また、平和維持活動にも、 積極的であり SFOR、クファー、イサフにも人員を出している。アイスランド外務省は国外に平和維持目的で派遣する、またはアイスランド平和維持部隊アイリンスカー、フリザージスリンと呼ばれる軍事部隊を有している。これは冷戦後の国際環境を踏まえたもので、軍ではないが、警察や園外警備隊、その他の部署から選ばれ、ノルウェー陸軍において、 軍事訓練を受けて派遣される。それまで医師などを派遣し、非軍事的貢献していたものの拡充となる。部隊規模は約80名である。今日までにコソボ、アフガニスタン、スリランカなどに派遣された。アフガニスタンでは2004年12月に3名の負傷者を出し、部隊が組んであるかどうかの定義や法的な立場、訓練方法などが論議されることとなった。 アイスランド防衛庁は2008年5月に設立された。これは外務省の参加に置かれており、防空レーダーシステムを主体としている。防空レーダーシステムはレーダー庁として外務省により1987年から設置されており、組織再編により防衛庁となったものである。レーダー基地を4カ所で運用しており、領空の監視を行っている。 NATO などの防衛協力、調整は防衛庁を通じて行われる。アイスランドは1920年代にを設立し、漁業保護を中心に行ってきた。1950年代から1970年代にかけては、イギリスとタラ戦争と呼ばれる衝突を起こしている。基地は、レイキャビクにあり、ヘリコプター艦板を持つ中型の巡視船3隻、構内、 沿岸用の巡視艇一隻の総勢四隻であり、これを固定翼機一機とヘリコプター一機が紹介、捜索救難などで補助る。アイスランド国家警察はを有している。国家警察の直轄部隊であり、対テロなどを想定した任務となっている。爆弾処理班や狙撃班などで構成され、一部はアフガニスタンにも派遣された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。